はい、おはようございます。久保です。本日、台湾最終日ですね。まあもう基本帰るだけなんであれなんですけども、まあ、空港でねお土産の追加とか買わなきゃかなとも思ってるんで買っていきたいと思います。まあ、本当は朝ごはん食べようと思って台湾人の友達になんかおすすめの朝ごはんあるとかいろいろ聞いたんですけど、結局教えてくれたのに全部すいません、もう時間なくて次台湾に来る時に食べようと思います。ダンピンってやつがね美味しそうだったんで。で時刻がですね現在10時前とかでですね、飛行機が13時半なので12時半、まあ2時間前に着けばいいなということで、まああと1時間ぐらいでね、チェックアウトして出ようと思います。何も片付いてなかったりするんで絶賛片付けから始めていこうかなと思います。今回の台湾旅行すごい体力という体力を使い切って倒れるかと思ったわ。まあとりあえずいろいろ準備するとこから始めていきます。ではラストも台湾を感じつつで行ってきます。準備もまとめてね完了したんで準備も完了したんで、そろそろホテルを出たいと思います。なんかいろいろ行き方調べて、昨日の夜調べた30分から40分くらいで行けるって書いてあったんですけど、今ちょっと調べたら1時間くらいかかるみたいで、まあとりあえずちょっとね焦ってます。まあチェックアウトしてウーバー呼びますか。それしか早いチェックアウトでした。今日の天気はね本日も曇り、晴れてはないですけど、まあ雨降ってないんでねいいとしましょう。まずはウーバーを呼びたいと思います。ウーバーのアプリは世界共通だからいいよね。誰が来るかな。なかなか来んですね。そろそろだと思うんですけど。はい。ターミナル1に着きました。めちゃくちゃ人がいっぱいいるんですけど、なんだタイガーエアなんでちょっと探していきたいと思います。めちゃくちゃ混んでるな。分かりづれ。チェックインだけしちゃいたいと思います。はい、I got a check in。 あ、東京 Nothing。 ということで、とりあえずチェックインはできました。とりあえず腹減ったのでフードコートに行きたいんですけど、ビールを頼んだんですけど、先にご飯にお茶がセットだったっていう、ちょっと二度手間感。本当に皆さんすいません、お仕事中ありがとうございます。私はビールを飲みます。台湾ビールうまくない？なんか運ばれてきたのが別物なくてか、豚肉の角煮みたいなやつとご飯と、あとこれのスープですね。時間もね、そんなにないんで、これが絶対うまいやん。めっちゃ味薄いよね。まあ普通に角煮って感じ。全部で1200円ぐらいですかね。嘘だ、1500円ぐらい。うまいわ。台湾の料理基本的にうまい。そこのパンビンで食べました。というわけで出国審査抜けてきました。B1R ってとこなんで B1R に向かっていきます。遠いけどなんか空港自体は綺麗ですね。マジでクソ遠いんだけど、なんだ。やっと B1R が出てきましたね。流れるようにトリコ見せて、どこにも待つ時間がなくてベストタイミングだったかもしれないです。次は台湾だと思うんで、また次の旅で旅をしたいと思います。みんなもバイクに